小なり百万回言えばよかった大なり井上真央が佐藤健の恋人役に、里親施設で共に暮らした。1月13日に始まる女優の井上真央さん主演の連続ドラマ、百万回言えばよかった TBSK 金曜午後10時は、脚本川立直子さんの完全オリジナル作。突然死んで幽霊となって現世をさまよう鳥の直樹、佐藤健さんと恋人の直樹の死を受け入れられない相場優衣、井上さん、直樹と唯一意思疎通できる刑事魚住城、松山健一さんの3人が運命に必死に抗い奇跡を起こそうとする姿を描く。井上さん演じる相場優衣、ソウマ優衣を紹介する。菱形2年前に直樹と再会。優衣は美容師で、美容室に入れの店長。直樹とは14歳の頃に里親施設で共に暮らした。2年前、20年ぶりに再会。恋人同士になった。菱形初回ストーリー。互いを運命の相手と確信していた優衣と直樹。優衣にプロポーズしようと決めた矢先、直樹は不可解な事件に巻き込まれる。最愛の人が突然姿を消した悲しみに暮れながらも、直樹を懸命に探す優衣は、刑事魚住城と出会う。後日、城は町中で直樹の姿を見つけて話しかけると、直樹は幽霊となっていて。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。